日本関東地方茨城県筑波未来市司法が、岡司法が、岡三丁目司法が、岡は、茨城県筑波未来市の町名。現行行政地名は司法が、岡一丁目から司法が、岡五丁目。郵便番号は300-2359。筑波未来市北東部に位置する。筑波エクスプレスタウン未来平地区の東部で、住宅地として開発が進んでいる。地域の東部を、 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、西部を都市軸道路、中央を常磐自動車道が横断している。元は農地を中心とした地域であった。常磐自動車道の南側にあたる1.4、5丁目から開発が進み、住宅街が形成されている。4.5丁目の一部は昭和期に高波住宅として開発された地区の一部であり、高波住宅を 未来平地区に組み込む形で、宅地開発が行われた。工事期間中の住所の表示をわかりやすくするため、正式運用前から暫定的に使用する、新町名の募集を2005年11月24日から12月20日にかけて、つくば国伊那町及び柔ら村住民及び地権者に行い、ーチ区を、司法が、他に決定。2006年3月27日の、 つくば未来市発足と同時に暫定運用を開始したまた、2012年度に土地区画整理事業が終了したことを受け、2013年6月29日に正式町名となり、同時に仮勘違い区画地番号より、新たに振られた番地へと移行した。未来平地区の内茨城県道3号つくば、野田線から北で、かつ、常磐自動車道と、都市軸道路より、 東の部分を占め、東は小島神殿、西は富士見が丘、西奈良と、南は陽光台、北は田村と接している。北東に望む筑波山の別称、四方より、2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。当地域は首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス未来平駅に近接している。地域内には、 つくば来市、コミュニティバス、未来号の、四方が、丘一丁目停留所があるほか、未来平駅より、各方面に、バスが出ている。ありがとうございます。